大阪海遊館で目撃されたのは、ペンギンたちが小競り合いを繰り広げる中、必死に逃げようとするペンギンのヒナです。ペンギンちゃん争っていたのは2匹のジェンツーペンギン。その訳はちょっと子供どんな様子か見せてよっていう感じかなと、近づきすぎですよあなたって言って怒っているんだと思います。ヒナにとても関心が強いオスペンギンだと思うんです。ただ単に一緒の水槽で暮らしている他人、関係のないおじさんですね。我が子を守るため、母親ペンギンがちょっかいを出すおじさんペンギンを追い払おうと、くちばしを突き出し戦っていたのです。母親ペンギンに寄り添うヒナ、しかし間に挟まれ、もじもじ、どこか気まずそうな様子です。さらにようやく抜け出せたかと思った次の瞬間、慌てていたのか巣から転落してしまったのです。この時のヒナの様子について飼育員に聞いてみると、ガヤガヤしてきたから嫌だなと思って巣から出たように見えますね。とても賢いヒナで、自分からその争いに巻き込まれないように巣から出ていったなと思いました。この表情。無事脱出に成功したヒナはその後水槽内を探検して遊んでいたということです。